皆さんこちら、今日はね大事なご連絡2つございます。まず1つ目がですねようやくですね毎月出しているミニ雑誌ですね、心と体が整う弓道の面白話ということでですね、毎月やってる雑誌がですね、明日明後日にですね、発行したいと思います。ちょっとね新しい教材とか出してたせいで、めちゃくちゃ時間がちょっと出すタイミングがなかったので、明日明後日、月末にね、出したいと思います。ということと、もう一つ、明日ですねオンラインセミナー、最強の右肘結びということで、ついにですね肘の使い方について、まあ先週徹底的にお話ししてきましたが、これを覚えるとですねさらにもう一段階弓道が面白くなる、さらなる肘の使い方っていうのをお話ししたいと思います。この内容はねもう本当実際受けて、ちょっと私の言った通りに体を動かしてみてください。マジで弓道の価値観が変わります。もう私はこの内容を知った時にちょっとねもう驚いてしまったんですね。あ、本当に阿波健三とか梅地健蘭とかが言っている押し引きが消える引き方、そう、手の内にの時に何のとらわれもなくなり、赤ちゃんのように手を取る取り方っていうのはこれ存在するんだっていうことを、もう本当にね体感することができます。この内容はおそらく現役の弓道の先生でなかなか教えられる人っていうのはなかなかいないと思います。なぜかというと、もうこの内容はもう正直常識を超えてます。でももう簡単なんです。仕組みはもうね、たった1個のことをやってくれたら24個のさまざまな、もう肘力であるとか、もみじ重ねとか、実の第三と形の第三の切り分け、切り替わる瞬間とか、もみじ重ねなんだけど森のようにわーってなっていながらも凛として涼しい状態とかっていう、その抽象的な言葉が全部つながる瞬間っていうのを、明日私の弓道のオンラインセミナーのですね、2時間ある中の後半の20分でその意味がよくわかることでしょう。ぜひね映像教材買っていただいた方ご期待ください。オンラインセミナーだけでも受けたいという方はですね、明日まではご応募まだ待ってますので、お時間ありましたらご応募ください。以上です。じゃあということで、ちょっとねまだ仕事終わってませんので、終わります。ありがとうございました。